はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化太平楽の9戦点を目指して今回はやっていきたいと思います。デッキの方は、野手でやって、無双の2人を入れて、あとは能見軍団ですね。で、彼女キャラは経験点狙いでミサちゃんにしてます。浦賀に関しては45なんで試合経験点ボーナスがついてますということなんですけれども、ちょっとこれでね、行くかどうかすげえ不安なんだよね。てか太平楽なんかむずい気がするんだよね、普通にやると。まあとりあえずやっていきましょう。ここ3人いるね。で、本当にもう経験点狙いで行くので、コツは潰せれば早めに潰して経験点に変えていく。で、ミサちゃんはパワーヒッターをくれるので、試合で打てるようパワーヒッターは欲しいよね。あと監督か。でもね、今回の強化って多分太平楽第1次強化だと思うんだよね。太平楽強化って多分第3次強化まであって、アプリの方ではまあね、強化内容も、まあ、どんどん良くはなってるんですけれども、このサクスペはまだ第1次強化だと思うんで、多分行き来した方が青骨の経験点はもらえるのかな。第2次強化になるとね、なんか同じグループに所属してる人が多ければ多いほど経験点になるんで、ここは監督がいるんで評価上げておきましょう。ちょっと太平楽もね、監督評価気にしないといけないところなんで。ミサちゃんはね、自己紹介で体力を回復してくれないから、まあ、体力を回復してくれる人の方が少ないんだけど、コツ裏側か、どうしようかな。まあ取っていきますか。守備職人、まあ、本来ならねかなり嬉しいけど、今回に至っては経験点が欲しい。まあ、3で取ったものはどんどん潰していきましょう。さすがに 38% は無理だからね。ここはおとなしく寝ましょう。まあ、波動とかもそうだけど、その高校固有のねイベントが起きるのが遅いんで、10月4週が終わった後に移動が始まるんだっけ、太平楽は。弱気対強気、これどうしようか。特にあれだけど、ラッキーボーイでも取っとく。経験点的にすげえ差があるとかっていう感じの選択肢ではなかったと思うんだけど、どうだろう。まあ、これで100くらいもらえるでしょ。野球でモテろ。俺もモテたい。あれ、これってそうだよね、チームメイト評価下がったんだよね。ちょっと痛かったな、序盤でのチームメイト評価が下がるのは結構痛いからね。で、能見さんの金徳も走り出したので、一緒に走ろう。金徳が走ったから一緒に走ろう。そういや前後何なんなのか全然気にしてなかったな。ミサちゃんを最優先に、まずは告白の評価まで乗せると。お、いいねいいね、いいところできたね。このイベントね、本当にすごいよね。体力最大値が上がって、体力も回復して経験点も取れるっていう、これ何がいいんだ。じゃんけんの特訓はなんか選球眼とか手に入るんだよね。笑顔にしてみようか。筋肉ね、顔がつった。まあわかる、俺も体硬いからすぐつるからね。ここはね、タックを狙うよりはやっぱりコツを取っていきましょう。で、諸井くんのコツはできればすぐ潰す。意外性とか直取りしてもいいレベルだと思うんだよね。これって2回で終わるんだっけ。そういえば代打そうだね、2回で終わるね。ミサちゃんはまあ乗ってはいる。裏が1人か。まあ、タックが強いわけではないので、まあ、お釣りや。
てか多分練習の経験点がそんなに高くないよね、太平楽。コツで稼いでいく高校だと思うんで。ワンタックだとこんなもんか。まあいいや、諸井くんの評価を上げるついでにやろう。一応精神と打撃が重なるのかな、うまくいけば。特に何にもないね。ここは誰かの評価だな。のみさんの評価、いや雷の評価上げとく。精神系のキャラの評価を上げていきたい。回復につながるからね、精神練習が。でここはなんていうの、少ない方に行きましょう。反監督派で引き連れて、次は監督派に行ってみたいな。それで経験点を稼いでいきましょうか。ちょっと無理だね、これはさすがに無理だぞいろんな人がいるけど。でミサちゃんの告白と、久々だな恋人と。いいね、適性テストと言いながらデートができるからね、チャンスがある分だけいいよね。これは何がいいの、浦賀の評価、まあ上げといて損はないでしょう。諸井がいるね、監督もいるのか。でも一般兵だからね、一般兵はそもそもさ経験点をくれない時があるからね、コツをもらうと経験点くんないから。あとはこの時に諸井が無双してくれて、移った時に浦賀が無双してくれるかどうか。いっぱいいる一般兵。まあ、諸井がいるときは諸井でいいよね。意外性とチャンスメーカーを潰す。諸井は結構コツを持ってたから、流し打ちとか持ってたよね。何アンダー持ってたっけ。能見さんも結構いっぱい持ってる人だからね、走塁とか持ってたような気がするんだけど、能見さんだっけもう分からん。チェックする気にもならないし、とりあえず一緒に練習しよう。お、70-70で来るとコツではなく経験点になるからね。少しでも経験点を稼ぎたい。男にしてください。これもなんかどういう内容だったかよくわかんない。一緒に弟子入りしてみよう。両方の評価が上がって、まあまあまあそれなりに経験点はもらえるね。能見さんと一般兵、ミサちゃんもいるし、ここにしよう。次はデートをしないと体力的に厳しいかな。お、これはこれは精神でいこう。まあミサちゃんは別に追わなくてももう評価は上がると思うんで。お、いいね、タンパク質また練習できるな、そうすると。そしてメンタルに来てる一般兵か。一回回復しておいてクリスマスまで一気に練習しよう。経験点をくれ。おいいね、50ポイントはでかいからな。精神にしよう。どんどん精神を上げていこう。監督か、これは普通に評価を上げておこう。これで監督の評価が上がる意味が分かんないだって監督には知られてないでしょ、どう考えても。で諸井がいる。チャンスとかって持ってんだっけ諸井。見ないとやっぱり分かんねえわ。チャンスなんて持ってなかった。
走塁、内野安打、チャンスメーカー、あ、逆境を持ってんのかと。走塁は潰せないからね、敏捷が全然足りない。まあ逆境は取っておいていいでしょう。諸井くん、ついでに監督の評価も上げていこう。走塁だね。で、ミサちゃんは、あれ、これどうすんだっけ、あれ、ちょっとどっちだっけ、すっげえ久々で忘れちゃった。見守るだ。経験点はねいいんだけどね、やっぱり金徳がね不確定っていうところがちょっときついよね、バンプ以外だと。まあ投手でね使うときには金徳確定になるんですけど、怪物球威がね割とかぶったりするんで、一般兵と雷、雷がチャンスとか持ってるのか。キャッチャーとかな。お、いいね、パワーヒッター。まあただミサちゃんのイベントがあるんで置いておきましょう。ミサちゃんの着てる服はなんか割とあったかそうだな。タックが1人、まあ、タックを狙うよりやっぱりコツだよね。チャンス取っちゃおうか。打球伸びもいけそうだね。打球伸び130-184とかすっげー使うな。でキャッチャーは無理だから、あと送球か。送球も一応2まで潰せるね。キャッチャー骨どうする。サブポジ保守でしょ、これを取るとキャッチャーの敏捷が足らんのか。まあいいや、経験点、特技パワーヒッター。そうだ、パワーヒッターあったね。ミサちゃんのイベントが無駄になってしまったけどしょうがない。敏捷ポイントは全然稼げなそうだな、これ。野球が上手くなりたい。大吉。おお、いいね。36も回復したっけ。体力。ここはメンタル。神宮寺だったらちょっとメンタルで。経験点にかけよう。経験点をくれ。インコースか。7回引き抜きが発生したね。割と早かったな。で雷くん練習に付き合おう。ここは体力もマックスなんで経験点を取っていこう。キンキンに冷えてるってどこで冷やしてたの。学校だよね、ここ。あ、何にもない。何にもない。スカウトじゃなくて、監督はでもなんだかんだでもう100を超えてんのか。今、反監督派にいるわけだから、反っていうのが、こいつ、志賀くん邪魔だな。まあ、いっか。デート進めちゃおっか、一回。まあ、ミサちゃんはね、回復回と回復しない回があるからね。できれば、体力減った状態で、回復をしたかったけど、レアと。俺はまあ普通がいいですね。これどっちに移動した？監督派に移動したの？裏切り者が。青。一般兵、諸井くん。敏捷か150で
走塁取れるね。これで脆いは全部掴んだ。あとはひたすら経験点を狙っていく。まあもうどっちだっていいけどね3で取れたけど。で、雷、まあ監督もいるんで練習をしておきますか。反監督派練習は別にって感じだよね。まあ2人だけだからな。じゃあコツを取ろう。まあキャッチャーコツが来たらキャッチャーコツは潰しちゃいますか。でこれで移動か、まあ、移動するかどうかは人を見てだけど。まあ監督派に行くか。じゃあはね、ちょっとやりづらいよね。やっぱり少し能力も揃えていく。あんまり能力が低すぎると逆に打てないからな。ゲー敏捷値マジ足りねえな。ここに監督がいつつ、あれか、能見さんか。でもキャッチャーこそは取れねえな。無理だな。いや、メンタルやっちゃおう。直取りしすぎて経験点がなさすぎる。キャッチャーコツで、バレンタインか。バレンタインも体力マックスだね。ただミサちゃんはここで経験点をかなりくれるからな。これはここで大丈夫だよね。能見さんのコツもどうなってんだ。あとなんだ、割と脆いとかぶってるよね、能見さんのコツって。アベレージヒッターがあんのか。ひどい。俺に何の恨みがあるんだ、監督は。お、ここにいるね。ダブルタックか。ウラガもいるけど、ちょっとここはダブルタックで回復しよう。すげえ、これで回復って2人いると乗るのか、回復が。しかも監督派練習が出たし、全然気にしてなかったな。でここはなんか守備職人とかも普通に手に入ったよね。まあもうコツつかんであるからいいんだけど、一番上にしてみよう。脆いのこの顔いいよね。なんかウケる、このキリッとした顔。こいつ顔の筋肉を保つの毎回苦労してんな。対エースか、ここは。これもさ、ランダムだよね。別になんかそのさっさっさみたいなので関係ないよね。その送りバントとエンドランとかおお、合格した。かといって監督の評価が上がるわけではないのか。一般兵か。ああまあいいや、引き連れておくか。監督評価も大丈夫だからね。スカウトさん評価も一緒に上げとこう。経験点プリーズ。いいね。まあ足遅いからな。ここは監督がいるのか。監督がいるとすげえ厄介なんだよね。ここがまあ監督は練習みたいなのが起きるから、ここにしとこう。おお、これは危ない。サボり癖になるくらいだったら経験点10ポイント減ってでも体力を回復してそのまま通過したい。まあこれもコムにお任せでいいでしょ。そこまで大きく変わんないからね。 CC くらいにはしておこうか。でかつパワーヒッターを取る。てかパワーヒッター取るからさ、弾道を上げなくてもいいんだけどね。まあ、普通にね、選手を作ってちょっと査定を気にするようだと
3にしておいた方がいいんですけど、今回はもう本当に経験点だからね。SG とかね、もう9000無理だよ普通にやったら。ここはちょっと回復しとく。おお、人がいっぱいいたのか。もう全然気にならなかったな。そういうところも回収していかないと多分ここ9000無理だよね。この青骨がなかったらじゃあここみたいな、人数把握してこういうとことかね。でもまあ青骨って経験点になる可能性もあるからな。雷は雷でそもそももう経験点になるのか。44だっけ、確実に44を取りに行くか。青骨もでも50だからね。あ、ここ上にしてもいいのかな。あ、でも経験点的にどうなの。うまく取りなして耐えれば一番経験点がもらえるかな。ごめんなさいじゃねえよ。まあそれでも100近くはもらえるか。もう逆境は取ったからね。うーん、水谷くん超邪魔だな。ここは監督3人か。監督3人にしよう。スカウトさんもいるし。てか精神が溢れそう。コツコツ稼ぐ。ちょっと無理だけどメンタルにいる。デートが進んでない。普通にこれハゲる。だってチャンスとかももう取ったもんね。阿部日は潰しておこう。あとなんだよくわかんないな。もうまあこれ一応潰しとこう。いぶし銀とか誰か持ってたっけ。まあいいや、取っとこう。結構精神使うから。でこれも回復でしょう。ついでに白木くんだか白木くんだかわかんないけど、多いね経験点くれる。でこれで体力はマックス。やってやるぜ。もう指揮者とか意味わかんないけど。ここは監督がいるんかい。下がっても大丈夫。いやでも体力が削られるんだっけ。なんか走ってろみたいなこと言われそうだな。なんかやだな。これが厄介だよね。大して上がらないからね監督練習。まあ、いっか。じゃあこっちにしよう。監督の評価を上げるんじゃなくて監督練習をいっぱいやるとイベントが起こるんだっけ。あー、ここはでもやっとく。お、いいねいいね。でさらにここは浦賀がいるね。いいね。ただ体力も回復しておきたい気がするけど、浦賀はなんだっけ。見ながら行こう。浦賀はねローボールヒッター持ってるね。で守備職人取ったね。帳尻合わせ持ってるね。そんなもんか。これで多分いけるはず。浦賀経験点をくれ。いいね。敏捷ポイント、そっかこいつからもらえるのか。1回しかやんなかったな結局。でこれはもう反監督派でしょ。
で人が足りないから経験点もらえるでしょう。あとはまた勧誘しまくろう。メンタルにいるね、一般兵だけど。これ寝るんだったら普通にメンタルやった方がいいね。だいぶ回復するわ。すげえいっぱいいる。待って待って、ここは確実に経験点を取りに行きたいけど、ただまあメンタルで体力を回復させて渡部くんみたいな人が経験点をくれるかどうかだよな。くれれば美味しい。いいね。あんまりコツくんない？むしろどっちに移動した？監督派に移動したか。でメンタルにいる。これ能見さんでしょう。ただ脆いがいればまあ脆いにするから、マジで精神が溢れんな。112とか。ちょっと待って、本当にさばいとかないと。能力アップで E にしよう、まあ、ファーストだからね、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんだけど、てかマジで呼吸上げまくろう。OK、それでもまだ589残ってるし。メンタルにいるのか。まあ、これはここだよね。ダブルタック。プラス、経験点。いいね。これ何？開き直るってサボり癖になるからね。教えてもらおう。ゲッ、銃下がるんかい。一般兵。だったらレベルの高い打撃、経験点も打撃の方がいい。よし、またか。なんかバカにされるからな。一人でやろう。一般兵脆い、脆い無双。さてここは神宮寺くん、もろいがいるね。これもろいがいるときってもろいが優先されるよね。おお、超ラッキーボーイ掴みまくってんな。でもろいじゃないからメンタルだな。で7月はもうずっとデートする。特にすげえのが来なければ、まあ、乾燥させる意味はないからね。別に何にもないからデートしよう、ここは。でまた精神が溢れそうだからミートは上げておこう。まあ、ダブルタックとかが来ればね、そっちを優先してもいいかもしれないけど、ワンタックとかだったらどうなんだろうな。デートでもいい気がする。体力減らないしね。なしだと思うと。夜型ですと。3番ファースト。あ、そうだね、太平楽も大して強くなかったよね、そのチームの能力的なやつは。ジャイロボール持ってんのこいつ。ゲッ、パワーが足りねえ。山越とか足速っ。おお、走ってきたね。おーい、まあいいか。おお、変わった。ちょっと待って、なんか足がしびれた。マジで足がしびれた。ちょっと待って、本当に待って、超どうでもいいんだけど。おお、普通に座ってるだけなのに。これはフォークだから見送る。ちょっと変化球が多いね。
ホームランが打ててないよ、ホームランが。これ待て、うわなんだ見送っちゃったよ。しかもすげえギリギリ、俺が点取ってないからな。19とかさ、久々にひどい結果を残してしまった。これはどうなの。でもわかんねえ、どっちがいいんだかわかんねえ。デートしよう。体力は無駄にはできない。さっきの経験点がしょぼかったから。おお、70くらい入ったか。もうこれはデートだね、何にもないから。まあミサちゃんはね、からデートがないっていうのはすごいいいよね。まあ、今回感想は関係ないけど、もう7月だけでデートをこなすっていうのが安心してできる。1回につき70くらい入るね、経験点。まあプラゴンだからっていうのはあるけど、あとはここから本当に打っていかないと。パワー B にしとこう。だときついな。共にバッターはモロ。第9投げた、決まった。ストライク、高速スライダー。第2球投げた、待て、ど真ん中だね。でも第3球を投げた、1球離してボール。慎重に攻めてきます。カウントは1ボール2ストライクです。次は5球目もらった。ちょっと振り遅れたけど、これはいけるでしょ。これはあーでもまあヒットか。すでに2本打ってるから。これ V スラ、オーケーオーケーオーケー。試合経験点ボーナスを生かさなくては。せっかくの66手に入る、いいね。何にもない、デートしよう。どうなの、なんかあんまりさ伸びてる感じがしないんだけど。まあ割とね、特能直撮りしたりしたから、能力的には弱くてもそれなりに経験点は使ってるんだけど。ただね、9000いく勢いかって言われたらな、ちょっとそこまでの手応えはないんだよね。まあ、かといってね、太平楽でアヘヘンやるのもな、なんか微妙な感じもするしな。よし、ここは上り竜を取って、こう結構精神使ったよね、直撮りすると。マジでタックが来ないんだけど。どういうこと。159使うか。カジバも取っておく。超ラッキーボーイも取ろう。魔術師3だと安いな。カジバ取りましょう。ギャケットも取っとく。いろいろ経験点使っておこう。筋力でもな、筋力レベル1だからね、20しか入んないんだ。メンタルより入らないんだけど、その合計的なやつ。29か、これだな。じゃあさて、マチェット、ここもね比較的打ちやすいところではあるんで。能見さんとかがねプラゴだったらまた経験点変わってるんだと思うけど。俺左バッターだっけ、そういえば。今更だけど。リードで迎える3回です。先ほどツーランホームランを放っているモロ。第2球投げた。ちょっと待って、打点がだいぶずれてる気がする。
投げた、これはいい当たりだ、いったー、入った。太平洋リードで迎える5回です。ツーアウトランナー1塁、打ちました、ツーランナー、よし3本目。まあ5点取ってれば大丈夫でしょう、絶対とは言えないけど。攻撃に入ります。この回のトップバッターはモロ、打ちました、初球打ち、小立ち抑えたね。なんかタックよし、なんか微妙だけど、まあいいや。次体力ちょびっと回復すれば、まあ練習できるかな。うん、まあ精神も大丈夫でしょう。あ、これ OK、 点をちょいちょい取られてんな。トップバッターはモロ、今日3打点を挙げています。第2球、ほい、ゼニガタもね、打ちやすいキャラではあるよね。パピオンは打ちづらいけど、ドロップカーブが本当に打てない。この縦に落ちるカーブ。第2球、投げました。打った、これは強烈、威圧感持ってるしね、パピオン。もう投げ切ったか、2失点はしたけど、まあ天城しかいないからね、そもそも。なんか精神ちょっと不安だな溢れたら嫌だからね。またさばいとこう、これはもうミートでさばこう。よし、472で、コツ、コツか、どうする、50、え、どっちがいい。体力はもう温存しておく必要がないから、脆いは全部取ったよね。経験点プリーズ。よし、そうか、ここも虹谷か。あれ、虹谷だったり円卓だったりか。打者だと虹谷、投手だと円卓、そんなことないっけランダムで決まんのかな。お待たせ、全国4番太平洋先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー1塁2塁、よし、まず1本、しかも3ラン。太平洋追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で、モロ今日3打点を挙げています。セカンドランナーちらっと見た、投げました。フォークはちょっとね、やっぱり見送りを、フォークが一番打ちづらい。第3球を投げました。まあ、西谷のね、決め球はストレートみたいだけど、投げた、ストレートを打つ。変わってるし、結構早いね。6点取られてるからね。ホームランを放っているモロ。第2球、投げた。ほい、よしよしよし。めっちゃ点取られてんだけど、打ち合いだな。ノーアウトランナー1塁という場面で、モロ今日6打点を挙げています。第2球、投げた。キャッチャー雷だから割といいリードをしてくれるはずなんだけど、まあそれでも打たれるときは打たれるっていう感じか。あれ、雷自体は別に司令塔とかは持ってないからね。司令塔くれるけど、自分が持ってるわけじゃないんで。あとキャッチャー丸なのか、キャッチャー二重丸なのか、ちょっとわかんない。これってどんくらいいってる。なんかよっしゃいっただろうっていうような手応えでもないんだよな。でミサちゃんからもう
ポイントもらって吸血鬼になって不老不死だからね、不老だからね、年を取らないってことでしょ。高校卒業だから18歳とか。さあさあさあ、このまま見ていこう。6、7、8。おいった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 、よかったまあ割と結構ギリギリではあるよね。初戦のね経験点しくったけど、まあまあまあ、だ試合経験点ボーナス乗ってなかった、裏がとかがプラゴじゃなかったらちょっときつかったね。まあ、別になんかもう上げる必要ないからちょっと経験点余らしちゃうけど今回ちょっと9000目的なんで、ちょっとすみません、上げる気になれないんでこのまま終わりにします。まあ無事ね、強化期間中に9000を超えることができましたので、今強化されている高校についてはこれで9000は、全部乗ったので、またサクセスの方は通常通りやっていきたいと思います。というところで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。